こんばんは、こんばんは、こんばんは。聞こえますか？皆さんこんばんは。マイクチェック、マイクチェック。恒例のマイクチェックの時間がやってまいりました。どうでしょうか？ BGM はうるさくないですか？大丈夫ですか？私の声はちょうどいい感じでみんなに届いていますでしょうか？問題なければ問題ないよっていう熱いメッセージを俺に送ってください。大丈夫ですか？何も問題ないと。はい、ありがとうございます。いやですね、まあもういよいよ本番ですか。緊張しますね。さあ今日はね、もうね、企画盛りだくさんでお送りいたしますので、皆さん振り落とされないようについてきてくださいね。さあ楽しい楽しい生配信のスタートでーす。はい、どうもこんばんは。熱血ボルケーノクッキングの時間がやってまいりました。お相手は私、世界中の奥様の献立とエンゲル係数の味方、厚木正義です。今日も熱くそして美味な料理を作って皆さんにご提供したいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで今回、使用する材料の紹介に入りたいと思います。今回の料理に使う材料は、グンダリの切り身、マヨネーズ、ヘルヘイムの実、あと新鮮な卵を3つと。で、ヘルヘイムの実なんかね、そこらになってるからね、簡単に手に入ると思うんですけど、この新鮮な卵っていうのがね、なかなか手に入りづらいと思うんですけどもね。まあ、卵に関してはですね、あるひげを蓄えた長身のハンサムな殿方がですね、マンションの屋上で卵を配ってますから。でも長身のハンサムな男性って言われても分かんないよ、どんな人って思った方はですね、あの大体その人ね、カルとかムニキスとかね、お前は誰だとか言いますんで、そしたら、あ、この人が卵を配ってるおじさんなんだなって思って、卵をいただいてください、はい、お前は誰だって、いやお前は誰だって、俺の中の俺ですけどみたいなね、そんな感じで、材料をひとしきり揃えてください。ではね、早速調理に入りたいと思いますよ。まずはグンダリの切り身をですね、もうね時間短縮のために今グツグツと鍋で煮込んでおります。香ばしい匂いですね。ちょっとココナッツを感じさせるね、そういったね、ちょっと鼻孔をくすぐる風味といいますか、ちょっとね、東洋系っていうんですか、ちょっとアジアンテイストなね、仕上がりになるんじゃないかなと予想しておりますね。さあそんなところでですね、マヨネーズの投入に行きたいと思います。マヨネーズはですね、もういわゆるあるじゃないですか、チューブに入ったマヨネーズ、あれを1本丸ごとね入れてください。これも時間短縮のためにもう鍋にぶち込んであります。かぐわしい匂いですね。これね、お子様なんかにも口にも合うんじゃないかなと思いますね。はい、グンダリの切り身っていうのはですね、もう非常に癖が強くて、まあ、有名なんですけどもね、ここはね、アクを取って、このマヨネーズの風味でね、美味しくね、していただけたらなと思いますね。ここでヘルヘイムの実の投入なんですけども、ヘルヘイムの実はですね、高い打点から思いっきり鍋に、ぶち込んでいただくとね、このサインですね、皆さんのね、日頃からうっぷん溜まってる、なんていうんですか、ストレスとかね、上司に対するね、もうなんですか、嫌味の一つでも言いたいようなね、ストレスあるでしょう、皆さんも。そういった気持ちをすべてヘルヘイムの実に込めて、えいやーと高い打点からこの鍋にぶち込んでいただくとね。で、最終的にはこう、卵を、3つ、ボウルで溶いて、入れていただいても、ぐつ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 煮込んで、ぐつ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 煮込んでいただけたら、はい、完成しますということでね。はい、どうぞ、サバの味噌煮の完成でございます。うわー、サバの味噌煮です。サバの味噌煮、おいしいよ、サバの味噌煮だ。はい、もう十分ですかね、こういう、あもうね、十分かな、もう十分、なんだこの帽子、邪魔だな、帽子邪魔だな、はい、というわけでございますね。初見の人はびっくりされたと思いますけども、椿正義っても大体こういうイントロから入るんですね。はい、おっと、砂漠風さん、ありがとうございます。サバの味噌煮代と、ありがとうございます。500円、リーズナブル、
ご飯とか味噌汁、おしんことかついてないサバの単品で500円、なかなか、強気な値段設定でございますね。はい、というわけでございまして、もう6月28日月曜、時刻は21時36分を回りました。36分、こんなくだらない茶番もう6分もやってるんですか。そしてもう恒例のフェイスリグが俺の動きをトラッキングしてくれない。ああ元に戻った。はい、というわけでね、皆様お久しぶりでございます。初めましての方は初めまして。俺の名前は熱き正義と書いて熱き正義だ。悪の秘密組織猛帝国の魔の手から世界の平和を守るために日夜戦い続けているバーチャルスーパーヒーローなんだ。ぜひ今日の、なんて言うんですか、もう覚えて帰ってください。はい、いやもうね、なんすかね、もうこれバタバタですね。毎回この生配信ね、もう毎回余裕を持ってスタートできた試しがないといったところでございますけどね。まあ楽しんで1時間ね、最高の生配信をみんなと楽しみたいと思います。今日はですね、もういつもの生配信とは違いますよ。もう散々 SNS でもね宣伝しておりますけども、はい、今日は何の日ですか皆さん。もう言わずもがなですよね。はい、そうです、今日はドラゴンボールフィギュアーズスーパーサイヤ人孫悟空フルパワーバージョンの、発売日で、それをスタッフの伊藤くんが購入するという記念すべき日です。あ、火炎ファイヤーさん、ヘルヘイムの実を入れたら化け物になってしまうんだが大丈夫なのかいという、ありがたいスパチャをいただきますけど、大丈夫です。ヘルヘイムの実はね、アクを取ったら大体無害と、ライチの味がするというね、諸説あるんですけど、ね、大丈夫です。アク抜きもしっかりしておりますのでね、アクを抜いたことによって怪人になる要素が全てもうデトックスされてますんで、ご心配に及びません。はい、何の話したっけ。そうですね、スーパーサイヤ人孫悟空のフィギュアーツをね、ついに購入したんですよ。フルパワースーパーサイヤ人バージョンね、普通のスーパーサイヤ人じゃないんですよ。セルゲームの時の孫悟空のスーパーサイヤ人のフィギュアーツ、いやーもうかっこいいんですよ。もうね、プロポーションよし、可動域よし、色彩よし、そしてお顔の造形よしと、もう火の打ちどころなしと、もう捨てるところなしと、もういい買い物をしたなと。それじゃない、それじゃない、そうですよね。ごめんなさい、素直にねお祝いできないの。そう、何でもね、なんかシンプルにストレートにバシッとね本題に入れないんですよ。そうですよ、フィギュアーツを買ったとか、そういうね記念を、フィギュアーツを買った記念の生配信じゃないんですよね。これはもっともっとね大切なね、もうすごくスケールの大きなことをお祝いするための生配信でございます。そうです、本日はスタッフの伊藤くんが先ほど仕事の納品を、これガチの話です、仕事の納品を無事終えることができました。めでたい。いやーもうね、若干腱鞘炎気味、最近あんま寝てないし、でもやっと納品も終わって、無事修正追加もなく OK ですと先方からも返事をいただきまして、ついにしばらく自由の身でありますと、そのね記念を、そのね納品を記念してこう生配信をお送りしたいと思います。いやーめでたいね。まあね、何の仕事か今守秘義務で今は言えないんですけどもね、いずれね SNS なんかでね発表されるんじゃないでしょうかね。皆さん首を長くしてお待ちくださいと。はい、それではないと、それじゃねえよと。はい、もうね椿正義2周年、本日6月28日は椿正義2周年記念でございます。おめでとうございます。はい、そしてね、それだけじゃないよね、椿正義が誕生したのが6月28日、そしてこの同じ日に我らが椿孝之師匠もこのように生を受けたと、椿孝之師匠の誕生日でもあります。おめでとうございます。やっと言えたね、やっと言えた。もう なんだろう、もうだいぶ前半の茶番でもせっかくの視聴者の みんなも離れていってしまったんじゃないかなっていう心配もあるんですけども、ちょっとここらの辺でね、俺のね拙いトークなんか置いといてね、こう皆さんのコメントを拾いましょう。ピョリさん、おめでとうございます。ありがとうございます。フィルさん、ダブルおめでとうございます。はい、椿正義と椿孝之が誕生した記念すべき6月28日でございます。ありがとうございます。
グルジオの ED さんであってますかね、当人どっこね、そうですよね。だって今日のね主役じゃないですか、椿師匠誕生日なんですから。もうあれですよ皆さん、もうあのねメインディッシュはそんなにね最初にスパッと出しませんよ。そりゃそうですよ、もったいぶりますとも、もったいぶりますとも、私なんて言ったってエンターテイナーでございますからね。大丈夫ですよ、皆さんのねお待ちかねっていうか、この生配信の9割のお目当て、椿孝之師匠にそれではお越しいただきたいと思います。準備はいいですか？それではご紹介いたしましょう、椿孝之師匠です、どうぞ。邪魔だ邪魔だよ、本日はですね、スケジュールの都合で残念ながら椿孝之師匠は欠席という浮き目にあっております。もう非常にどしがたしという感じでございますかね。もうな、いやいや、まあしょうがないんですよ本当に。もう椿孝之さんもね、もうちょっと今回ばかりやって言ったら語弊がありますけどね、いろいろちょっと忙しいのとスケジュールがねなかなか合わないっていうのもありましてね、今回ねこのスタジオには椿孝之師匠は、残念ながら不在ということになっておるんですけども、でもね心はいつもみんなと一つね、僕らいつも一心伝心、なんとかかんとかつなぐテレパシーでしたっけ、椿孝之師匠はいつも皆さんの心にいます。あとね、あの今日来れない代わりにですね、あのいくつか動画をね、あのメッセージ動画を預かっておりますので、あのこの生配信のなんですかね、節目でそれ紹介していきますので、そりゃそうですよ、来れないからってただでは終わりません。椿師匠ちゃんとねファンの皆様のことを考えてね動画を用意してますんでね、皆さんすいません、もう本当はね、あのここでね生の椿師匠とね俺のね、あのウィンドブルのようなね、あの電光石火のトークセッションをねお送りしたかったんですけどもね、本日はちょっとこれ難しいということで、俺一人でどないせちゅんじゃって話なんですけどもね、お楽しみいただけたらなということでございますけども、はい、そうなんでございますよ。いやー、しかしね2周年ですね、2周年、2年経ちましたよ椿聖騎始めて、もうなんですかね。いやでもね、こちらね当人の体感としてはもうね5年ぐらいやってるような感じなんですね。そんだけね密度の濃い2年間でしたね。そうねございますよ。マカロンコロロンさん、師匠が不在がちなのは慣れました、かっこ悪い。いやーそうなんですかね、あれすいませんね、あの初見の方もしいらっしゃったらすいませんね、あの椿孝之師匠ね何分あの方忙しい方なので、なかなかねあの生配信ね毎回参加するのがねちょっと正直なところ難しいなっていうところがあるんですけど、ご了承ください。でもね今回はあの椿孝之師匠のメッセージ動画用意してますんで、ね、そちらもねぜひ楽しみにしながら楽しんでいただけたらなと思います。はい、ハチさん遅れちゃいました、2周年おめでとうございます、ありがとうございます。椿孝之師匠は安定の不在でございますけどもね、これに懲りずにね1時間お付き合いいただけたらなと思います。もうね椿孝之師匠がもう出ないって分かったとは多分ねもう30人ぐらいのねもう視聴者の方がもうここから離れてしまったような手応えを感じるんですけどもね、まあ、もうそれにめげませんよ、俺はスーパーヒーローですから。お、ゆうきさん、あつきくんのトーク今回も楽しみですということで、ありがとうございます。スーパーチャット、スーパーチャー、
ライオコソボイさん、一般ドラマとか忙しいなら嬉しいですね。というわけでね、まあ守秘義務もあるんで、椿師匠がね普段どんな仕事をされてるとかね、まあ俺も聞かされてない部分もありますし、知っててもね、やっぱり大人はね守らなきゃいけない秘密があるんですよ。なんか言い方が良くないな、なんか悪いことやってるみたいな、ね、あの時が来たら本人から宣伝とかされると思いますんでね、ぜひお楽しみください。楽しみに待っていてくださいという、自称フリーランス SE さん、初見ですが不在だった、運がないな自分。いや逆にレアかもしれないよ。椿師匠がいない代わりに椿高之師匠がわざわざ今回のために用意した動画を見ることができるんだから、なんでもね悪い風に捉えちゃいけない。かの有名なね某アーティストが言っていました。雨に、あれなんだっけ、雨に降られたのか雨に打たれたのか、どう感じるかは君次第だよ。だっけ、なんかどっちも同じ意味な気がするんだけども、あれだよね。だから、ああもう雨に濡れて最悪って捉えるのか、ああ雨に打たれた気持ちいいなって感じ取るのか、あなた次第ですっていうことでございます。ビル君、あつき君のトーク大好きなんだけどなって、ありがとう。なんそんなこと言ってくれるのかね、あのハーゲンダッツ1週間分で大丈夫でございますか。あとで、耳打ちで宛先の方を送っていただけたら、はい、こちらもね、いろいろ相談させていただきますね、はい。JMJ さん、椿さんがいない椿ステーキは肉がない肉じゃが。いいじゃないの、じゃがいものね、野菜の素材本来の味を楽しもうよ、ね、肉ばっか食ってた。あれだって、あの日本人はほらどっちかっていうと肉よりも野菜の方が胃腸の相性いいからね。はい、いやー、しかしね、椿正義2周年でございますよ。いろいろありました。いろいろあったんだけどもね、なんだろう、いろいろありすぎて何喋っていいか分かんないっていうのもね正直なところあるんだけどね、YouTube さんにね我々お世話になっております。なんて言ったって VTuber でございますから。で、YouTube っていうのはですね、あの管理画面みたいのがあるんですよ。いわゆる視聴者層はどんな方々がいらっしゃるのかとか、大体どの時間どの期間にどれだけの人が見てるのかみたいなデータにしてね起こしてくれるわけですよ。 YouTube っていうのはね、YouTube のね、アカウントの持ち主に対してね、いろんなね、フォローをしてくれるんですね。いろんな情報を提供してくれるんですよ。でね、最近出てきた機能なのかな、YouTube 側が我々ね、YouTube チャンネルの運営者に対してね、ちょっとねコメントと言いますか、いろいろと語りかけてくる機能がついたんですよ。どういうことかっていうと、ね、動画を上げるじゃないですか。で、動画を上げてしばらくしてから、例えばですね、動画のね、再生数がね、ちょっと思ったほどいかなかったな、いつもよりは思ったほど見られてないなって時に、YouTube 側からね、なんていうんですかね、コメントが届くんですよね。そう。そうなんですよ。動画を上げて、いやー今回再生数なかなか思ったほどいかなかったなーって時にね、 YouTube さんからこんなコメント届くんですね。普段の視聴者がこの動画をあまり視聴していません。視聴者の皆さんはこの動画に対してあまり関心を示していないようですっていうね、もうなんかもうエースを狙え真っ青のね辛辣なね劇を飛ばしてくるんですよ YouTuber。 今ね、コメント流れちゃったね。今、スーパーチャットを入れてくださった方いらっしゃいません。ありがとうございます。後で確認させていただきます。ありがとうございます。君の熱い気持ちはね、俺の気持ちに、俺の心にバシッと届いた。そうなんですよ。YouTube の野郎がですね、なんかいろいろ言ってくるんですよ。自分何、今回調子悪くないとか、みたいな感じでね。うわー、分かってるよ、そんなこと言われなくても分かってるよみたいなね。そうなんですよ。なんか YouTube、そういうね、コメントがなんか入るようになったんですよ、最近。これあれなんですよね。見てる側は見れないんですけど、アカウントをね、管理してる人間にしか見れないコメントなんですけどもね。そうなんですよね。その視聴者があまり関心を示していませんとか、もう少し頑張りましょうとかね。余計なお世話だっつうのみたいなことを言ってくるんですよ。でも、まあ、なんですかね、もう。
社会に出るとそういうこといっぱいあるじゃないですかね。会社に例えば入社しましたって、まあ、やっぱもう今まで学生だったのにね、社会人としていろいろね、自分に足りない部分とか、ちょ及ばない部分とか、注意していただけたりとか、時にはね、意見されたりとか、叱っていただいたりとかするね、機会あるじゃないですか。厳しい先輩とかいるじゃないですか。もうちょっとさ、社会人としてのね、自覚持とうよとか。あれだよ、これもう学生気分で言っちゃダメだよ。君はもう会社の看板を背負って、ここにいるんだから、そのね、自覚を持ってくれないと困るからね、とか。このね、ミス、この前もやったよね。何回も同じことやっちゃダメだよ。ちゃんと給料もらって働いてるんだから、しっかりしなさい。みたいなことをね、言われるじゃないですか。社会人になったら。それをね、YouTube でも疑似体験できるとか、まあまあ、だからもう、なんていうかね、最近はね、もう、厳しい先輩にね、しごいていただいてるっていう、そういう気持ちですよ。でもね、たまにね、YouTube の方もね、あれはないんですよ。厳しい意見も言ってくるけど、たまに褒めてくれるんですよ。例えば、YouTube の動画のね、初速の再生数が良かったら、頑張りましたね。この動画は普段より視聴されています。っていうね、ちゃんとね、評価もしてくれるの。まさにアメとムチですよ。もう YouTube 先輩は、厳しい時は厳しく、でも褒める時はしっかりと、俺たちのことを認めて褒めてくださると。もう先輩のね、中の先輩、指導者の鏡で、やるとね。なんかね、やっぱりその、アメとムチってさ、キュンときません？皆さん。例えばですよ、俺はね、男性ですから、例えば女性のね、綺麗なんだけども、口を開けばもうね、もう厳しい言葉しか言ってこないね、厳しい女性の先輩がいたとします。もうほんとさ、もっとしっかりしてくれないとほんと困るんだけど、足引っ張らないでほしいんだけどさ、みたいなね。くそ、厳しい先輩だな、もう黙ってりゃ綺麗なのにな、みたいな。でもな、でも俺が悪いんだしな、つってね、とぼともね、今日も怒られたなっていうね、意気消沈しながらね、お疲れ様でしたってね、帰ろうとしたら帰り際に、あ、でもさ、あつきくん、いつも頑張ってるとは思うよ。みたいなね。ちょっと一言最後に褒めてくれるみたいな。YouTube 先輩みたいな、そうっすね、椿正義を2年やってきて、一番印象に残ったエピソードはこれですかね。はい。そんなね、俺のね、そんなどうでもいい話はいいんですよ。やっぱりみんなあれでしょ、椿師匠のね、動画やっぱ見たいでしょ。いくつか本当にね、何本かいただいてるんでね、もう、じゃあ、もう、いいよね。もう、このタイミングでね、もう一本の動画もお送りしたいと思います。じゃあ、椿師匠が皆さんに日頃の感謝を込めて。いや、最初の動画はね、ちょっとぶっちゃけふざけてたよ。ふざけてたけども、まあ、だからなんすかね、あの人もテレ屋さんだから。今度はね、ちゃんと、日頃の感謝の気持ちを込めて、椿正義2周年を祝ってくださってるすべての皆さんに感謝の気持ちを込めて、椿師匠からのビデオメッセージです。ご覧ください。
はい、ご覧いただけましたでしょうか。椿師匠の熱いメッセージが込められた動画、いかがでしたでしょうか。まあね、一見意味不明なね、もうさも呪いのビデオみたいな動画なんですけどもね、よーく見ていただけたらわかると思うんですけどね、この動画はですね、あの能楽のようなね、まあ序破球を意識した三部構成となっておりましてね、シュールレアリズムを彷彿とさせるもう巧みな映像演出がね、こう随所に散りばめられているんですよ。だからちょっとどっちかっていうとあれかな、クロート向けかな、ちょっと素人にはわからないね、あのこだわりみたいなね、あるんですよ。そうなんですよ、まあ、アバンギャルド前衛的みたいな、もう形態と運動による超小性の追求がね、もう動画全体的なさ、あのもういいですかね、もういいですかね、限界っすわ、こんな限界ですわ、こんなもう。椿師匠、あの2周年生配信ね、せっかくならやるんでね、ぜひぜひ、忙しいのはね分かってるんですけども、ちょっと出演してくださいよ、つって、椿師匠。いや、ごめん、ちょっとね、その日どうしても外せないね、用事があるから、ちょっとごめん、難しいわ、みたいな。でも、ファンのみんな、だって椿師匠の声が聞きたくて、椿世紀見てるんですよ、ぶっちゃけた話、9割方、みたいな話してね。でも大丈夫、あの、みんなのために動画用意 しとくから、熱き悪いんだけど、それさ、あの、視聴者のみんなにさ、伝えておいてよ、俺の熱い気持ち、みたいなね、それがこれですよ、この低たらくですよ、まっか。もうな。もうね、でもね、やっぱり椿隆之ファンのみんなの心には熱く届いてると思う。もうあの涙がちょちょ切れてるんじゃないかな、もう感動のね、美課金者ロブさんであってますかね、ジョーカーの笑いのセンス、いや、ロブさん違うよ、あれ。椿師匠ね、笑いを狙ってやってるわけじゃないからね、これ本当にマジだから。本気と書いてマジ、本当に。コメディリリーフじゃないから。マジだからね。誤解しちゃいけないよ。シュールレアリズムだから。菜の花さん、厚木くんの話聞きたいようです。あ、本当ですか、ありがとうございます。俺の話ね、まあ、あれなんですよ。俺は自他共に認めるね。トークベタなんですよ、本当に。何喋っていいかわかんない。だから、あの一時期ね、やっぱ VTuber として活動するにはね、まああの椿正義っていうのはどっちかっていうと、動画思考主義といいますかね、生配信というよりはどっちかっていうとアーカイブ動画が主力の YouTube チャンネルなんですけども、ね、やっぱ VTuber といえば生配信じゃないですか。まあ生配信とかね、コラボ生配信とかやりたいなーつってね、いろんなね VTuber の人のね、チャンネル覗きに行くんですけども、大体みんなねプロでやってる方毎日やってるじゃないですか、毎日生配信、しかも1日に1回のみならずね、2回3回とねやってるじゃないですか、しかも一人で、なんでこんな喋ることあんのかなって。俺ないよ本当に、もう日頃さ、だってあとなんか喋れる面白いエピソードとかないじゃない、普段そんな普通に生活しててさ、俺なんかさ毎日毎日悪の秘密組織猛帝国と戦うばかりのさ日々だからさ、特にな、変化のない日々だからさ、そうやって悪の組織と戦う以外にさ、やること特にないから、あと、コンビニで弁当買って風呂入って寝るみたいなさ、基地の掃除して、ぐらいだからさ、特にね、エピソードないんだよ、本当に。なんでさ、みんなそんな喋ることあんのかなって思うんだよね。葵さん、師匠もきっと、あつきくんに託してるんですよ、かっこ多分。信用されてるのかな、一応俺もあのレジェンドヒーロー椿隆之さんの一番弟子ですからね。そうだね、いや2年も一緒にやってるから少しぐらいはね信頼してくれてんのかな。ちげえよ声を荒げちゃったよ。ちげえよ、これは信頼じゃないよ、信頼じゃないよ、これはもう言葉が出てこないよ。もう信頼とか俺と椿師匠の間にあるのかしら。いや俺は信頼してるけどね、椿師匠が俺に対しての信頼ってあるのかな。向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのにっていうね。そうなんですね。みゆさん、今日どんな怪人と戦ったのか1日ごとに紹介する配信。なるほどね。ちなみにね、今日はね、たまたまやっぱ猛帝国もね空気を読んだのか、今日はね、椿正義2周年ってことでね、特にね、あれなんだよね、目立ったね、活動はしてなかったみたい。あいつらもね、充電期間なのかな。その代わり、俺はね、久しぶりにね、友達のヒーローに会いに行ったんですよ、今日ね。
そんなもんね、ナイトボッチっていうねヒーローなんですけどね、あの群馬県の方で、一人孤軍奮闘して群馬の平和を守ってるねナイトボッチっていうヒーローがいるんだけどね、俺がね、あの本当にヒーロー成り立てぐらいの頃にね、仲良くてね、よく一緒にね遊びにあのラウンド1とか行ってね、怪人倒した後に2人でね、お疲れーっつってね、ボーリングでね徹夜したりなんかしたね、あとカラオケ行ったりとかしてね、ナイトボッチはね鬼塚千尋の歌がすごく上手なんだよね。男なんだよ、男なんだけどよ、すごく高いキーが出るの。もうなんていうの、いわゆるあのニコニコ動画で有名なのかな、俺よく知らないけど、両生類ってやつ、あの女性の声も男性の声も使い分けて歌うことができるナイトボッチ。いや、まあ、あいつとね今日久しぶりに会ってね、ただねこの悪液が蔓延してる中だからね、ヒーローなんだかちょっと模範的なね行動を取らなきゃいけないってことでね、あのちゃんとねソーシャルディスタンスを10メートル取って、で2人でねお酒は飲まずにね、あのコーヒー牛乳片手にね、久しぶりだな、おいってナイトボッチっつって語り合っていたよ、ね、でも10メートル離れてるからね、結構な腹式呼吸で話さなきゃいけないんだね。おい、ナイトボッチ、ここでね再現できないけども、マイク壊れちゃうし、あの椿正義スタジオってあの声量のね制限厳しいから苦情が来ちゃうからね、そう声のねレベルは落としてたね。おい、ナイトボッチ、最近どうだ、調子はどうだ、え、ごめん聞こえねえわ、10メートル離れてるからさ、おい、お前の耳はだってあのな、あのコウモリでも聞き取れる超音波をさ分析して、あのあれだろう、あの敵の位置をね特定できる能力あるんだろう、お前そのスーツはなんだよ、伊達じゃねえんだろつって、いやいやでもさ10メートル、しかもあれだからね、俺今変身解除してるからね、あ、ごめん変身解除してる設定か。でもナイトボッチってさ、ナイトボッチ、あのヒーロー状態の名前がナイトボッチっていうね、なんですけども、なんヒーロー状態の名前がナイトボッチっていうんだけども、だから変身解除した状態のね姿俺知らないんだよね、ナイトボッチ。いつもだいたい会うときいつもヒーローの状態だから、多分男なんだろうなっていうのは分かるんだけどね、だからあのしかも今日久しぶりに会って変身解除してたけど、あれなんだよね、あの10メートル離れてたからどういう顔してるのかなっていうのも分かんなかったっていうのは、まあ、とにかくねあの話したんですけど、ね、やっぱね大変みたいですよ、向こうもね、あの悪の軍団、あ、なんていう名前だったかな、あれはあのジャシンジャーっていうね悪の秘密組織があるらしいんですわ。ジャシンジャーっていうのはね、あれあのね、あのあれあれなんですよ、あのジャシンジャーっていうのはあの悪のライバー組織がありまして、悪のライバー組織っていうか、悪のねライバーがいるんです。世界を征服するために日夜配信活動に、生配信活動に精を出していると。でその信者になったらね怪人になってしまい、あの邪信者としてね、あのなんだ町のね治安を悪くするんですよ。あのゴミポイ捨てしたりとか、あの壁に落書きしたりとか、あの高級車に10円傷で邪信者三条とかね書いちゃうみたいな、それをね、そういう悪を懲らしめるためにさっそうと現れたヒーローがナイトボッチ。もうナイトボッチの話はいいかな、もうこんな感じでね、だってみんな聞きたくないでしょそんな話ね。えだって椿孝之さんの誕生日だーっつって、楽しみだな、椿孝之さんどんな話してくれるのかなって、ワクワクソワソワってこのね、あの生配信に遊びに来たこの低たらくですよ。知らねえよ、なんだよナイトボッチってよ、そんな話聞きたくて来たんじゃねえよっていうね。イートさん、途中参戦でよく分かってないんですけど、椿さんって今日も欠席ですか、笑い。今日も安定の欠席なんですけど、大丈夫です。今日はね、視聴者のみんなのために、熱いメッセージ動画をね、用意してるんでね。それを楽しみに、待っていてください。はい。だからメッセージ動画以外は、ながら聞きでいいです。食器洗いながらとか、はい。爪切りながら、聞いてくれれば大丈夫です。取るに足らない内容なんでね。菜の花さん、ナイトボッチさん気になる。気になるか。言っとくよ、ナイトボッチなんかあんま人気ないらしいからさ、いや別にヒーローだから、俺ここのヒーローだから、むしろ俺という存在がね、認知されてない。人知れず影となって世界の平和、いや群馬の平和を守ってるっていうね、ことなんで、だから知られないのはいいんだけど、別にあの SNS とかでナイトボッチかっこいいなとか言われるのは、なきにし、全然してくれても構わないんだけどなーみたいなことは言ってたから、まあ聞いとくわ。はい。なんですかね。
ゆいなさんです、次もリラックマかなって大丈夫もうね3回目は同じことしない。さすがに椿師匠もだってあの人もね芸能界でもう10年活動されてる人だから、さすがにあのなんていうんですかね、分かってる人ですよ。そこはちゃんと分かってる人だから大丈夫だと思います。レイチさん、夜に詰め切るな。そうだね、夜に詰め切るな、よくないよね。うん、ごめんごめん。じゃあ爪以外何切ろっか、髪切ろっか。うん、明日ほら、明日あれでしょ、新しいバイトの面接でしょ。ここはねバッサリ髪切ってね、パリッとした気持ちでね面接に臨んでいただけたらなと思います。はい、さあ、ですね、今回ですね、あれなんですよ、ちょっとコーナーを考えてきました。俺椿正義コーナーを考えてきました。っていうのもですね、椿正義生配信をね何回か聞いたことある方は大体わかると思うんですけどもね、椿師匠がいないと基本的に俺がわけのわからん話をずっと1時間延々とするみたいなね、そういうもうなんか見るに耐えない生配信になってしまうの、いつも。それじゃいかんと、せっかくね視聴者のみんなもねこれだけたくさんの方が聞いてくださってるので、せっかくならね視聴者のみんなと一緒に楽しめる企画を何かしようと思ったんですよ。で考えたんですよ。で今日ねちょっとお試しで一個やってみたいね企画があるんですね。視聴者参加型企画、その名も、君はどの仮面ライダーだです。はい、何の話やねんって話なんだけども、世の中さいろんな占いあるじゃないですか。ちょっと話がね急に飛ぶ、関係ある話なんだけどちょっと急話がちょっとそれやけど、占いあるよね、動物占いとか、なんすか、動物占いしか出てこないな。なんでとにかく占いあるでしょ。そのねシリーズね、仮面ライダー占いっていうのがあるんですよね。知ってる人はいると思うんですけども、でそれが視聴者参加企画とどう関係があるのって思われると思うんですけども、今からですねコメントで皆さんに挙手をしていただきます。何の挙手かっていうと、今から俺が視聴者の皆さんを仮面ライダー占いします。なので視聴者の皆さん占ってほしいですって人はね、占ってくださいとか、はいみたいなコメントをください。そのコメントの中から俺がランダムに適当にパーって選んで、この人だって選んだ人を今から俺が占います。仮面ライダー占い。なのでね、その選ばれた人はですね、途中離脱せずにですね、しっかり最後まで付き合っていただかなきゃいけないというのは条件なんですけども、俺が今からいくつか質問をします。それをねコメントで答えてください。そのコメントに答えていただいて、その情報をもとに俺がね占って、仮面ライダー占いして、あなたはね仮面ライダー何々ですっていうね、っていう企画です。分かってくれたかな。はい、というわけでね、占ってほしい人はね今から挙手、はーいとかね、いろいろあれ千の祈りさんが来ていただくださって、あダメだし、緊張してろれつが回らないよ、ありがとうございます。はい、というわけでね、今から占ってほしいって人はね挙手、おわはいをせいへいせいせいよろしくお願いします。俺そっからね、すいませんね、誰が選ばれるかはね、もう本当に適当に選ぶんでね、恨みっこなしということでよろしくお願いします。しかもね、この企画ね、お試しなんでね、うまくいくかどうか神のみぞ知るです。占ってほしい方ですね、ね、今ね、もう、パッと見た人ね、いきます。パッと見ました。はい、沢カニさんってあってますかね、沢カニさん、選ばれましたよ。沢カニさん選ばれたら元気よくはいってコメントください。ちょっとね、この生配信ってねタイムラグがあるからさ、ちょっと難しいと思うんですけど、沢カニさん、あなた選ばれました、元気よくはいって答えてください。なかなか、あ、はーいって沢カニさんから返事が来ました。では沢カニさん、あなたを今から占いたいと思います。あなたの未来は、未来はじゃない、あなたは仮面ライダー何なのかって楽しみでございますね。はい、ワクワクします。ちょっと待ってね、初めてだからね。じゃあ始めたいと思います。では沢カニさんに質問です。あなたの憧れの職業は何ですか？次の中からお答えください。公務員、自営業、サラリーマン、この3つの中から選んでください。沢カニさん、公務員、自営業、サラリーマンの中から1つ、あなたの憧れの職業は何かをお答えください。沢カニさん、これね難しい、あれだよね沢カニさん、コメント見逃したらやばいよね。沢カニさんね、あなたがね、憧れてる職業は何ですか？公務員、自営業、サラリーマン。沢
さあどうかな。お、ちょっとねコメント流れてこないね。小町長さんで合ってる。ごめんね、俺ねザ漢字読めない人なんだけども、ニーハオって言ってくださってる方いらっしゃいますね。ってことはあれもしかして海を越えていらっしゃったか。サーカニさんさんの、コメントいただきました。自営業、はい、サーカニさん自営業ですね。はい、では次の質問に参りたいと思います。次の質問は、あなたの好きな体育の種目は何ですか。1サッカーなどの球技、2陸上種目、3跳び箱マット運動。あなたの好きな、体育の種目は何ですか。サッカーなどの球技、陸上種目、跳び箱マット運動ですね。さあ沢谷さんお答えください。サッカーなどの球技か、陸上種目か、跳び箱マット運動、この3つからお選びください。ちなみにね、俺最近ね、なんだろうね、サッカー漫画を読むことがね、偶然なんだけど、多くてね。で、あれ、沢谷さん、来ましたね。刑事ではない。刑事ではない。お、斜め上の回答が来ましたね。あれですね。あれですよ。あなたの好きな体育の種目をお答えください。サッカーなどの球技、陸上種目、跳び箱マット運動のこの3つからお選びください。沢谷さん。ね。球技、はい、球技来ましたね。そう、俺もね、サッカー最近ハマってるからね。でね、サーカニさんに次の質問です。あなたの好きな料理は何ですか。あなたの好きな料理は何ですか。1、鍋料理。2、炒め物。3、名もなき飯。鍋料理、炒め物、名もなき飯。この3つからお選びください。名もなき飯って何だろうね。俺が自らフロンティアを切り開くぜみたいなこと？創作料理みたいな。相葉修さん、ブルーロック読みましたか？あのね、もうこれに、ごめんな、ブルーロックに関してね、今度改めて生配信で喋るんでね、ちょっとここではね、言及を避けたいと思う。ブルーロック今ね、めちゃくちゃ俺ハマってるからさ、今。夏目こまめさん、タイムラグやばいですね。そうなんだよね。そこね、心配はしてたんだけどもね、まあ、何でもだ、試してみないとね、わからないからね。沢谷さん、名もなき飯ですね。あなたもね、フロンティア精神に満ち溢れてる方なんですね。さあ、では、沢谷さん、次の質問です。次のうちで、あなたが一番飼いたいペットは何ですか ?1、イグアナ。2、猫。3、犬。この3つからお選びください。あなたがうちで一番飼いたいペットは何ですか ?1、イグアナ。2、猫。3、犬。この3つからお答えください。ちなみに私、椿、あ、間違えた。やべ、今普通に間違えた。厚木正義はですね、爬虫類が大の苦手でして、イグアナなんかありえませんね。俺はね、沢谷さん、沢谷さん、イグアナが飼いたいペットで、あー、俺とちょっとあれ、道を違えちゃったね。まあ、同じ道を歩むとは限らんよ。では、沢谷さん、次の質問です。あなたの好きな乗り物は何ですか ?1、電車。2、新幹線。3、地下鉄。あなたの好きな乗り物は何ですか ?1、電車。2、新幹線。3、地下鉄です。なんでしょうね。沢谷さんの好きな乗り物は何ですか電車、新幹線、地下鉄。この3つからお選びください。地下鉄といえばね、我らがね、レジェンドヒーロー、椿隆之師匠のデビュー作でありますね。GO という、あ、ごめんかな、もう坂上さん、返事来ちゃった。坂上さん、地下鉄で、お地下鉄ね、後で喋ろっかな、椿師匠もね、地下鉄つながりなんですよ。何の話かね。じゃあ、機会があったら話しましょうね。では次、沢谷さんに次の質問です。雨が降ったら何をしますか ?1、カッパを着る。2、傘を差す。3、雨宿り。沢谷さんに質問です。雨が降ったら何をしますか？カッパを着る。傘を差す。雨宿りする。さあ、どうですかね。まあ、ちなみに俺はどれかな。まあ、雨に打たれて、平然とするかな。まあ、もう天然のね、シャワーだと思えばいいじゃないか。俺、年中革ジャンだからさ、暑いとき暑いんだよね。フィルさん、質問多くないですか？俺も今思った。質問多いよね。沢谷さん、雨宿り。はい、ありがとうございます。雨宿りですね。
そうなんだね。でもね、このあれね、占い俺が考えたわけじゃないから、フィルさん、そこ誤解しないでね。音楽発表会、あなたの担当は何ですか？沢谷さんに質問です。音楽発表会でのあなたの担当は何ですか？1、打楽器。2、鍵盤ハーモニカ。3、ピアノ。この3つからお選びください。打楽器、鍵盤ハーモニカ、ピアノ、あなたの担当する楽器は何でしょうか？ゆうきさん、シャワー？レイドさん、天然のシャワー？いやいやいや、何ですか、何ですか、なんか俺おかしいこと言いました？だからね、これからね、あれですよね、ゲリラ豪雨なんかがね、ちょっと世間をにぎやかにする季節になるじゃないですか、多分。そしたらもうシャンプー片手にね、エッセンシャルだっけ、なんだっけ、まあね、シャンプー片手にですよ、天然のシャワー、一人ショーシャンクの空にごっこ、沢谷さん、打楽器だって、打楽器きましたね、あれですね、俺鍛えてますから、あの人と同じですね、あなたの好きな異性のタイプは、沢谷さん、あなたの好きな異性のタイプは何ですか？かっこいい人、不思議な人、古風な人、あなたの好きな異性のタイプはかっこいい人、不思議な人、古風な人、さあこの3つのどれからか選んでください、沢谷さん、さあどうぞ。ちなみに俺はですね、好きになった人がタイプです。はい、シオンさん、今北産業、おっと、なんと分の悪いタイミングでいらっしゃった。今ですね、仮面ライダー占いというね企画をやっております。はい、もう何の話してんだって思わ、あれ、沢谷さん、古風、古風、なんだ古風ってなんだ、あなたの好きなタイプだから古風な人ですね。はい、古風な人ですね。さあ沢谷さん、ついに長かった質問、これで最後です。敵が現れた、あなたのしたい戦闘方法は何ですか？1、パンチ、キック、肉体派。2、魔法、特殊能力派。3、剣、ビーム、技巧派。敵が現れました、沢谷さん、あなたは仮面ライダーになりました。あなたはどういう方法で敵と戦いますか？パンチ、キック、それとも魔法、特殊能力、それとも剣、ビーム、技巧派。さあこの3つから選んでください。ちなみにこの俺、厚木正義ファイグレーンはですね、もうどんな時でも捨て頃勝負ですね。はい、夏目こまめさんで合ってるかな。くつばきさんは不思議な人ですね。何を今さら。沢谷さん、肉体派。はい、ありがとうございます。では全ての質問が終わりました。さあ、沢谷さんは肉体派ということで、あなたはね、それでは、あれ、ちょっと待って、ごめん、質問これで最後だった、ごめん、まだもう一個あった、ごめん、イエイエイ、あれ、沢谷さんにこれ、今度こそ最後の質問です。二人でお出かけするならどこにお出かけしたいですか？1、有名な観光スポット。2、小学生気分で工場見学。3、定番のデートスポット。沢谷さん、二人でお出かけするなら有名な観光スポット、小学生気分で工場見学、定番のデートスポット、この3つのうちからお選びください。ちなみに俺は、二人で出かけるんだったらどこでもいいかな。以上です。なんかあるかな？だってね、あれでもあれだよね、これ2人でお出かけするならっていう質問だから、別に好きな人とは書いてないね。だからこの解釈によってもまたね、あなたのタイプっていうのが選別されるんだろうね。坂井さん、工場、おお、工場ですね、わかりました。それではお答えしましょう。沢谷さん、仮面ライダー占い記念すべき第1回目、あなたは仮面ライダーならこれです。ダダン。沢谷さん、あなたは仮面ライダーアマゾンです。ちょっと待って、すごくない？だってさ、ちょっと待って、あれ最初から聞いてる人は分かってると思うけど、俺さ、今日の冒頭でさ、茶番でさ、もう自分で茶番って言っちゃってるけどさ、アマゾンズの話したよね。アマゾンズの話をしたんです。厳密に言うとアマゾンズのネタを喋ったんですけども、そしたら坂井さんが選ばれた仮面ライダーアマゾンだって、これなんか運命感じちゃうね。昔のキャラクターで特殊なタイプが好きなあなたは仮面ライダーアマゾンと思われます。外見は仮面ライダーの中でもやや変わっていますが、その強さは間違いありません。ぜひ心の強さを仲間にアピールしてみてはいかがでしょうか、ということでございます。はい、沢谷さん、あなた仮面ライダーアマゾンというかでですね、あれですね、幼少期に飛行機事故でアマゾンに墜落した飛行機の中で唯一の生存者だった沢谷さんはまだ赤ちゃんでした。そっからですね、あのバゴーに育てられまして、仮面ライダーアマゾンになってね、東京に来て、東京に揉まれて、人に揉まれて、
人間嫌いって夜の街を駆け抜けていったあのアマゾン、人間嫌いを胸にこれから頑張ってください。はい、あれだね、ちょっと仮面ライダー占い、ちょっとこれまだね、あれだね、いろいろあの なんていうのあのちょっとブラッシュアップが大事だね。これもうちょっと何人かとねやろうかと思ってたんだけど、こんなに質問多いとは俺もねつゆ知らず。まあまあまあ最初はこんなもんでしょう、まあ、パイロット版はこんなもんですよ。まあね、次をご覧あのご期待くださいというわけでね、男は度胸、何でもやってみるのさ。コウリュウさん、ダメなやつ。知ってるね。アオイさん、白スーツ用意しなきゃですね。白スーツ、あれだよね、シシレンジャーオリオンってさ、カレー絶対食えないよね。カレー食うのすごい怖いよね。だって白スーツだからさ、ね。何が言いたいんだろう。まあそんな感じでございますね。ゆいなさんです。はい。またやってください。もう、やりたいと思います。これはね、普通に面白いと思うんでね。ただね、もうちょっとね、いろんな人とね、いろんな人に楽しんでいただきたい。もうちょっとスピーディーに展開できるようにね、ちょっとね、今後考えたいと思います。椿正義ね、生配信なかなかやらないんだけど、ちょっと今後ね、もうちょっと増やしていこうかなと思ってるんで、いろいろ企画を用意したいと思っておりますんで、カミングスというところでね、皆さん、はい、お楽しみくださいませということですね。はい。じゃあね、もうそんな感じで、いよいよ最後の椿隆之師匠からの皆さんへのメッセージを、お届けしようかなと思います。椿隆之師匠、椿正義2周年&椿隆之生誕、それを祝ってくれるみんなに感謝の気持ちを込めて、このメッセージをお送りいたします。椿師匠、どうぞ。どうも、師匠です。皆さんのおかげさまで、なんと椿正義2周年、これですね。はい、おかげさまで迎えることができました。皆さん本当にありがとうです。引き続きよろしくね、椿正義よ。それでは、あつき、よろしく頼んだよ。だんだん、はい、というわけでございますね。俺、うちちゃんと分かってたでしょ、椿師匠。三度目はちゃんとやるんですよ。仏の顔も三度まで。ここで使う言葉じゃないけど。というわけでですね、椿師匠から皆さんへのメッセージ動画でございました。というわけでエンディングに入りたいと思います。なかなかとね、くだらない話に付き合ってくださいました。ありがとうございました。今日のね、19時に配信されましたね、椿正義のね、新作動画、ご覧になられましたかね。皆さんまだ見てないよって方いらっしゃいましたら、ぜひ椿正義チャンネルに飛んでいただいてね、今日配信されました動画、椿正義 VS、再生怪人軍団、ぜひご覧くださいませ。椿正義、今回普通にガチで戦っております。トカゲポーターさん、2周年ですか、まあいいでしょう、ありがとうございます。というわけでございます。見てないって方いらっしゃいましたらぜひご覧ください。またね、チャンネル登録まだだよって方いらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にね、ポチッとなしていただけたらとございます。君の青春にスイッチオンということでね。あとね、来月ですか、みんなを楽しみにしてますね、劇場版スーパーヒーロー戦記がね、もうすぐ公開されるということなんですけどもね、オペラ系ボイストレーナーメッチさん、2周年おめでとうございます。あれ、この方もしかして、あれあれ、ありがとうございます。まさか聞いていただけてるとは。もう、しかもね、スーパーチャットまでいただけてありがとうございます。もう感無量でございます。ちなみに、スーパーヒーロー戦記ですね、うちのね、椿正義のスタッフの伊藤くんがですね、絵コンテで参加しているんじゃないかという伝説がですね、長野県の九郎ヶ滝遺跡から出土した石板にね、記してあるというね、まあ、伝説があるんで、まあ、伝説ですから本当かどうかは分かりませんけども、伊藤壮和くんがですね、スーパーヒーロー戦記に絵コンテで参加してるかもしれないというね、
ね、伝説があります、諸説ありなんですけどもね、もうよし、よかったらね、あの劇場を見に行った際にあのスタッフロールでね探してみてはいかがでしょうか。ただね、あれですよ、伝説ですから、アカシックレコードに書かれた伝説ですから、本当かどうかは分かりません。はい、ちょっと待ってください。今あれですね、今椿正義チャンネルコメントありましたね。今ですね、皆さん見ました見ました見ました、今あったような気がしたな。今ちょっと俺の目の錯覚かもしれないけど、え、これ椿師匠見てんじゃねこの配信。おーっと、最後の最後でこういう感じになる椿師匠。いやー本当にね、もう読めない、あの人の、あの椿師匠からねコメントが入っております。あれ、気づかない厚木わらわら、おい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 、高雪、こら高雪、おっと、もうあれだね、呼び捨てになっちゃったよ。まあまあまあいいでしょう、まあまあ、エンディングですからね、もうここはね爽やかに健やかに終わりたいと思います。というわけでですね、あの椿正義も2周年、もう3年目に突入しましたね。途中ですね、正直なところ本当に挫折しそうになったこと多々ありましたけどもね、そんな気持ちを奮い立たせてくれたのはね、このね、あの椿正義を見てくださってる視聴者の皆さんです。本当にありがとうございます。皆さんのコメントとか、ね、SNS とか YouTube のコメント、本当にね励みになっております。もうこれをもう冗談抜きで、笑い抜きでですね、本当に感謝しております。本当にありがとうございます。あとね、もうあのもうあの言いたかないんですけど、この2年間ね一緒に戦い続けてくれた椿師匠のおかげでもあります。本当に椿師匠と二人三脚でこの椿正義チャンネルやってきました。これから3年目に突入します。新たな展開も用意されております。企画も考えておりますので、皆さんもぜひ今後ともね椿正義チャンネルを応援していただけたらと思います。というわけでね、また生配信でお会いしましょう。あ、動画でもお会いしましょうね。お相手は私、厚木正義と書いて厚木正義でした。それではまた会いましょう。さようなら。